ザクセン級装甲艦は、ドイツ帝国海軍の装甲艦の艦級である。本級は、ドイツ帝国海軍が、自国の沿岸部の防衛のために建造した艦級である。船体の基本形状は、艦首水面下に鋭角な昇格を持つ、朝鮮主狼型船体の中央部に1本のマストと4本円突を持つ装甲コルベットとして設計された。手砲の、 2 5 9トルライフル砲を6機持っており、配置は、監視カンパン上に三角形型のバーベット内に、並列で2機を配置し、4本煙突を挟んで、中央部にマストを持つ四角形のバーベット内の四隅に4機を配置した。1875年に、AG フルカン、シュテッティン造船所で、寄港、1877年7月21日に、浸水。 1878年10月20日に春行。1897から99年に、キール海軍交渉で近代化改装実施。1902年に除籍後、1911年から1918年に、ハルク、1920年解体処分。1874年に、キール海軍造船所で、寄港。1878年5月13日に、浸水。 1881年8月4日に竣工。1895から1898年に、ダンツヒ・シーヒャウ造船所で近代化改装実施。1900年に除籍後、1911年から1918年に、ハルク、1919年解体処分。1876年に、エイジーフルカン、シュテッティン造船所で、寄港。 1878年11月9日に浸水。1881年5月9日に浸航。1898から99年にキール海軍交渉で近代化改装実施。1906年から1918年まで巨大学校で使用後に1919 19年から F ボートの母艦として使用。1921年解体処分。 1876年に、キール海軍造船所で、寄港。1880年7月28日に、浸水。1883年9月24日に、浸港。1896から1897年に、キール海軍交渉で近代化改装実施。1924年に除籍後、1912年から1939年に、 標的艦として使用。1939から1940年解体処分。ありがとうございます。